アグリビジネスとは農業に関連する幅広い経済活動を総称する用語である。1950年代後半にハーバードビジネススクールのアール・ゴールドバーグがアメリカ合衆国の食料生産システムについて農業資材供給から生産、流通、加工に至るまでを垂直的に説明するためにこの用語を使ったのが最初である。日本語では 農業関連産業と訳されることもあるが、大学にアグリビジネス学科が設けられるなど、外来語として定着している。文字通りアグリカルチャーとビジネスを組み合わせた造語で、アグリビジネスに含まれる領域は、農業機械、農薬、肥料などの農業資材、品種改良、株式会社の農業参入、農産物の流通、貿易、加工など多岐にわたる。 アグリビジネスを分析するための主な研究方法としては政治経済学アプローチや地理学アプローチなどがある。日本でアグリビジネスに関する学科がある。教育機関は以下の機関がある。類似の用語に飲食店、外食産業、食品製造業等、食品に関する産業を表したフードビジネスという言葉がある。USDA のエコノミックリサーチサービスは 同じことを説明するためにフードシステムという用語を使用し、米国の食料システムは農家とそれらに結びつく産業の複雑なネットワークです。これらのリンクには農機具や化学薬品の製造業者、並びに運輸及び金融サービスの提供者など、農業関連事業にサービスを提供する企業が含まれます。農場と消費者を結びつける食品販売業界、 そして食品を及び繊維加工業者、卸売業者、小売業者、そして食品サービス施設を含むとしている。名古屋分離大学健康生活学部、フードビジネス学科があり、関西国際大学人間科学部、経営学科フードビジネスコースがある。宮城大学には食産業学部にフードビジネス学科が設けられていた。現在は食産業学群、 フードマネジメント学類、フードビジネスコース、ありがとうございます。